さあ始まりましたよ。ねえ、えー、今日はね、柴崎が水彩を使ってね、本当に10分で絵が描けるかというね、そのチャレンジ企画です。ね、この左上にほらタイマーが動いてますね。<laughs> だからもうこれ欠け年なしですね。柴崎もこれを見ながら今から。 まあ、書いてますけどね、やってみたいと思いますよ。はい。さあ。ああ、そういながらね。今、紫色でね。山描いてます。はい。このね、早く描く。っていうのはね。まあ、水彩画ではね、とっても大事なんですね。もう、いつもこれ柴崎が。繰り返し言ってる。ことですけども。どうしてかというと。ね、こうやって水彩はね。 えー、この滲みの効果というのがね命なんですねこれ他の画材にはできないですねで、この滲みを生かすためには乾かないうちに描くということになるのでま必、あ、然的に早く描くというふうになってきますまた早く描くということはこう細かいものは描けないですよねつまり大きな絵作りというものがいつも頭に残るようになってきます ね、ほらこんなにきれいに滲んできたでしょちょっとこうたまったとこは取りますはいもう1分30秒ねまだ全然余裕ですねはいじゃあ今度ここですバサバサっと描きましょうあとねこの早書きで大事なのはこうやってね太い大きい筆を使って描くということですね この大きい太い筆だと、もうとにかく表現も大きくなります。また当然筆は絵の具や水をたっぷり含むので、のびのびかけるんですね。そしてさっき言ったように、えー、透明水彩の効果も十分うまく出てきます。ね、さあ、じゃ乾かないうちにここも色足しましょう。こんな可愛いです。でもこんな太い筆でもね。 ほら見てると先の方とかね結構使ってるでしょだから太い筆だから細かい表現ができないということはないんですね。さあこうやってほらどんどん色がね混ざるんですよね。これが水彩画のとってもね楽しくていいところです。はははいいいまだ3分ならならよ全然余裕ですはいじゃあこんなは少しね 暗い色を出しますよ。これ手前だからですね。はい。どうかな。ちゃっちゃちゃ,ちゃっちゃとね。面白いんだから。ぜひあなたもね、太い筆を手に持って。早起にチャレンジしてくださいね。はい。さあや,やってみますよ。ちゃっちゃドライブラシやったり、先の使ったりして、どんどん飛ばせ。ね、飛ばす、飛ばす。もう。早く書くとね。 どんどん体がねそのリズムの通り動き始めます、ええ、まるで体がダンシングしてみたいだねはい暗い色を足していきますよね透明水彩の基本的な表現は明るい色が先暗い色が後ですねほら木に奥行き感出てきたでしょうーんまだ大丈夫まだ四歩になってないさあ やっとまたね。グリーン系の色も足しました。ずっと色が深くなりましたね。はい、4分です。今日はね。ちょっと余裕があるぞ。<laughs> 面白いな。この企画またやってみようかな。今度引っ掻きます。ね、今度ひっかきもね。乾かぬうちにやる武器テクニックだからこういうね。早起きの時にはぴったりですね。 見てるあなたも楽しいでしょあ、遠くの林の木も引っかきますよ。こんな感じです。ね、ほんができてきた。林がいっぺんにできちゃうね。じゃあ今度は絵の具たっぷりといて。今度は地面ですね。こう、もうちょっと絵の具いるな。待ってね。はいと。こうです。さあ広げますよ。シューうとね。 こうやって大きく広げます。気持ちいいね。はい。でもちゃんと白残そうね。はい。こうですよ。よしと。こうだ、ね、ほら広がった。じゃあもうちょっと楽しい色も加えようかな。ちょっとこのくらい可愛い,い楽しい色ね。ちょ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 っとね。ほら。うんいいね。ちょっと暗い色を用意してここです。 とにかく時間が短いから、細かい表現できないんだよね。でも、それがね、絵の大事なことをこつかむというね。そういう本当の絵の基本的な表現のね、勉強にもなるんですね。はい、引っ掻くよ。<laughs> こうね、引っ掻きも本当に面白いんだから、やってみてね。うん、大丈夫。まだ六分なってない。まだ。 大丈夫絵の具を飛ばしてみようポン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 こんなねテクニックも楽しいんだからでもこれで練習が必要だね、うん、手前の草も描きましょうタッチ生かしてねスッスッス,ッスッとこうです太い太だから何でもできるうん。よしはいあだいぶ描けてきたぞじゃあ絵の具を取ってね 幹の側面をちょっと描きますまた6分30秒にならないな大丈夫そしてとこどここう日陰も描いてきますねはいこうですこんな感じねいろんな段階でね、日向と日陰を描き分けますほら結構遠くのも木も描いちゃうかなここもこう足して とここですね。ここよとこうだね。あんまり神経質にならないで描きたいところだね。うんな。いいね。お、結構楽しく今日やってます。はい。まだあと三分もある。今日ずいぶん結構時間長いですね。十分というのは。はい。じゃあここね。今度はちょっと筆を割って。 日向の部分のこの模様を描きますよ。はい。ちょっとかな。うん。<の>ね、<laughs> よし。ほら。できてきたよ。じゃあ、またですね。はい、色が解いてます。はい。今度はね、細筆を使って。ちょっとね。この。枝ですね。はい。できるだけ、こう。 スピード感のある立ちがいいですね。うん。遠くのここもちょっと描こうかな。スッとこうね。はい。よしよしよし。よしよしよし。えー、っとまだ大丈夫。お、残り二分です。残り二分。もうん、大丈夫。今日は全然余裕があるぞ。はい。また飛ばします。飛ばすぞ。こうやるとね、本当に絵の雰囲気はね、楽しくなるんだから。 ね、いいでしょう。ん。そして、また、ちょっと暗い色をね。こっちに手前に来る葉っぱとして、ここに、加えていきましょうね。はい。こうやって、この幹の上にオーバーラップさせたですね。ほら、葉っぱに厚みは出たでしょはい。またあと一分半ある。大丈夫。少しこの微妙に込んだね。こう、ちょっとね、あんまりやっぱり。 ね、時間が短いからって荒っぽい絵でもな、ね、いちょっと嫌だからねはいうこういいぞこれもちょっとなんか少しやろうかなただこう時間がこうある時もねやりすぎないっていうことも大事なんだけどね、うん、つい欲張っちゃうけどね欲張らないそうなんですよこのくらいかなはいあと1分 <laughs> 大丈夫柴崎頑張れあと1分よしこうだねうん全体見てといいかなうんどうかなもうちょっとやろうかなまだ時間大丈夫ねあと30秒もあるよ30秒30秒ここもちょっとずつこのくらいかなはいあと,大丈夫あと40秒近くはい40秒 きたぞ。っこれも。ね、まだ乾いてますから、乾いてませんが、引っ掛けますね。はい。さあ、できてきたぞ。どうかな。ええー、と、もういいかしら。ここにちょっとやろうかな。はい。うん、こ,こ,こうだね。さあ、出来上がりです。はい。かき上がりましたよ。ね、えこの絵ですね。さて。 この絵が実際何分で描けたのか、ちょっと柴崎も気になるので、見てみますね。はい。これが、その時間です。どうだったあ、10分1秒、1.9秒ですね。まあ、1秒はちょっとね、できましたって手を出すタイミングの、まあずれということで。 まあ、10分でできたということで、堪忍してくださいね。はい。で、えー、ね、もう一回見せるけど、それで描いた絵なんですけども、まあ、絵を描くとね、結構10分って時間は本当に短い時間ですね。うん。でもこれができるのも、まあ、ある意味、この水彩っていう絵の具の特性にもよるんですね。えー、水彩絵の具は、早く描くほど、水の効果がよく出る。というのは、 今回もね、それを見ていただいてよく分かったと思います。でも、柴崎慌てて混色したでしょだから、ここら辺ね、色混ざってないですよね。山のあたり。またでもこういう偶然の効果も綺麗ですよね。はい。そんなことで、10分で今回は秋の風景を描いてみました。はい。ね、えー、楽しんでもらえたかな とということで今回は最後までねまた見てくれて本当にありがとうまた次回違うテーマそして違う作品であなたとお会いしたいと思ってますそれまでお元気にねお過ごしくださいはいどうもありがとうはい10分でしたはい柴崎春道公式オンラインサロンシバーツメンバー 募集中だよ柴津なら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月一でお届けさらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができるもちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています柴崎がリアルタイムで水彩画の基礎をあなたにわかりやすく教えるオンライン水彩画 講座メンバーになると割引価格で受講いただけます毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵かきの会出来上がった作品は柴崎はオンラインで公表いたしますメンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいますさらに柴厚メンバーなら柴崎に 直接質問のし放題、オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんなシバーズのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催、たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。 それがシーバーツです詳しくは概要欄をチェックしてね待ってます、はい、よろしく